札幌市では過去最多の59人の感染が確認され、このうち23人は感染経路が不明です。食品関連会社とススキの地区のスナックで新たにクラスターが発生するなど感染が広がっています。ススキの地区のいわゆる夜の街関連の感染者は8人増えて94店舗350人となっています。